どうもこんばんは、かなたでございます。またしてもですね、民家の中頑張っていこうと思います。これ何なんだろうな、これ何なんだろう、もう絶対にそそくさ動画になるよ。はい、ピュアスリーという場所らしいです。ハイホテル、ハイラブホらしいですけど、うわ、結構広い、あ、結構広い、わあ、わあ、すごい、すげえ。すごい乱雑に、やんじゃんだ。お、え、ここはなんだ。うわ、すげえ。意外と広いな、フロントが。開かない。敷地も結構広いんだよね。こんなに広いと思わなかった。うわ、たわんでる、やばい、床がたわんでいる。下あるんだもん、なんか、押し入れ。顔にすごいいっぱい。住んでたのかな、住んでたっぽいな民家だったっぽい。さっきの民家だな。
カレンダーは2002年だ。2月。なんでこんな生活感あるんだろう。生活感がすごい。うわ、広い。ちょっと待ってね、揺れるね。ちょっと一本棒をね、客がね、どっか行っちゃったんだよね。忘れたのかな。うわぁ、すげえ。一部屋入ってみたいな。あ、でも相当古いな。聞くところによるとどこも空いてないって言ってたんだけど。綺麗だな。もうほんと風化っていう感じの風化具合。落書きも何もないし。お、開いてる。先生しますよ。そう、何これ、何このスケベそうなの。なんかこれすごいね、こうタワンタワンってなのかな。まだ廃墟になってそんな経ってなさそうだな。へー、いや、でもまあ12年か。歴史を感じるね。まあこんなもんだよな。あ、でも こういう感じのところが結構良かったりする。もう一部屋ないかな。入り口がないんだよな。あった。結構開いてんじゃん。てかこの周り民家だからね、ほんと。もう、ま、今回民家の周りのところ多すぎる。失礼します。すいません。お、クッス貼ってる。ものすごく物触ってる。うわ、すごい物触ってる。
なんだろう、こうなんかこういう輪っかになってるのが多いのかな、こういうラブホというかモーテル僕こういうとこ行ったことないんですよあんのかな、みんな。普通に車で入ってきてとかしかないんだよな。2階があるの。車でそのまま止めて入れるっていうのが結構憧れるよね。憧れる。失礼します。あ、2階ある、やっぱ。すごい綺麗。何にもない。このまま、このままでいてほしい感じ。干からびてるな。糞みたいだけど。すごい。広いな。でも。広いけど敷地だけで味気はないっちゃ味気はないよね。どっちかだよね。その廃墟としてうわーっていうのか、あー綺麗だなーっていうのか、どっちかに転ぶよね。もうさっきのダイアナもそうですけど、その噂が一人歩きして、んそうっていう感じがやっぱしちゃうよね。そういうところやっぱ多いんだろうな。民家が近いからやっぱガチャ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 とか荒らすと周りが協力してんのかな。そんな感じがしたよ。ぐるって回りましたけど、見て、すごいね、ぐるって回れるんだね。で、開いてなかったらそのまま帰ると。
いよね、Uターンしなくていいから。ちょっとライトを下に向けますね。ごめんなさい。ピュア3でした。民家の周りなのにすごい綺麗なまま残っているところもあるし、残ってないところもあるんだよな。雰囲気で言ったら怖いとかじゃないよね。あ、綺麗だなっていう感じ。その廃墟としての面白みは、あ、こういうとこ昼間にこう眺めながら楽しむところだろうね。本当心霊とか一線かけない感じがしますね。難しいな、なんかそこら辺の線引きって。噂が生まれればそうなるんだろうし、心霊スポットだなんだとか言われ始めるんだろうし、そうね、今回の旅はちょっといろいろ考えさせられるな。がっつりうおーっていうような場所もあるし、立て続けにこうやってなんかうーんっていうようなのもあるし、でもまあ面白いですね、いろいろとあって、はい、だから廃墟は面白いと。よいしょ。声聞こえたかな。すげえ小声なんだけどな。ごめんなさい、そんなに小声でも聞こえていたのだったらごめんなさい。では次の場所でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。